はい、どうも皆様こんにちは。いかがお過ごしですか？今回は開封動画になります。開封動画っていうか開封組み立て動画ですね。今回はプラモデルをね、開封して組み立てていこうかなと思っております。で、今回開封して組み立てるプラモデル、こちらになります。はい、ドーン、イエーイ、パウン、マンモスでございます。はい、今回は、バンダイスピリッツのエクスプローリングラボネイチャーシリーズのマンモス、こちらをね、開封して組み立てていこうかなと思っております。なんて言った今、マンモスのプラモデルっすか？バンダイスピリッツって言いました今。はい、バンダイスピリッツって言いました。バンダイのこのね、青いバンダイのロゴですね。燦然と輝く青バンダイのロゴ。そう、いつもはガンプラとかね、あとサーティーミニッツなんちゃらかんちゃらとかさ、フィギュアライズなんちゃらかんちゃらとか出してる、あのバンダイがマンモス出しました、はい、マンモスのプラも出しましたっていうね。バンダイがマンモスのプラモを出す世界がね、そんな世界線があるのかという、そんな時代の到来なんてね、やっぱり李白の目を持ってしても見抜けなかったっていう感じなんですけど、まあでも最近さ、こういうさ、あのバンダイってこうネイチャー系っていうかさ、まあ、動物系のプラモって出してたんですよね。ティラノサウルスの骨格だとか、あとトリケラトプスの骨格だとか、まあ、そういった動物系のプラモ、あとはね、ガチャポンの方でさ、生き物大図鑑シリーズとかも人気ですし、まあ、やっぱり動物系のアイテムっていつの世も人気じゃないですか。いつの時代も人気なので、まあ、そういった流れからこういったね、マンモスのプラモっていうのも出たのかなっていうね、そんな感じがいたしますね。で、まあ、このエクスプローリングラボネイチャーっていうシリーズなんですけど、はい、マンモスですね。哺乳綱、超尾目、増加、マンモス属、マンモス。はい、マンモスでございます。エクスプローリングラボネイチャーっていうシリーズなんですけど、まあ、仕様としては、こんな感じで、まず骨格組み立てて、それを毛皮パーツで覆って、で、冷蔵庫で冷やすと色が変わる氷河期チェンジっていうね、なんか一粒で3度多いし、やばいですね。骨格組み立てて、毛皮パーツで覆って、で、冷やすと色が変わるっていうね、そんなギミックまで搭載されている。一粒で3度美味しいプラモとなってるみたいですね。で、あとね、マンモスの学ぼう取扱説明書がミニ図鑑になるよっていうね、なんか説明書が図鑑になったりするそうですね。で、ニッパー不要、塗装不要と。うん。なんかこのニッパー不要とかさ、塗装不要、まあ、こういったね、工具だとか、まあ、塗装だとかいらないですよっていう感じだとか、あと対象年齢が6歳以上だとかさ、まあ、作って学べるプラモシリーズって書いてあったりとか、あとはまあこういうね、取扱説明書が図鑑になりますよみたいなこと書いてあったりとかして、どっちかっていうとね、そのお子様向けの、まあ、教材的な側面もあるのかなっていうね、うん、そんな上層教育上にも大変ね、よろしい感じのプラモデルになっているのかなっていう、そんな感じがしますね。はい。とはいえ、まあ、お子様向けなのかなとは思いますけど、やっぱりね、大人の僕たちとしてもこんなさ、一粒で3度おいしいプラモ、マンモスのプラモね、しかもね、マンモスのプラモ、一粒で3度おいしいマンモスのプラモがあったら買いますよね、そりゃね。誰だって買うんですよ。そう、まあ僕もね、買ってきましたっていう感じですね。なんならさ、この箱絵超かっこいいからさ、この状態で置いといてもいいよね。そう、積みプラとしてさ、この状態でまあ、おしゃれなインテリアとしてね、飾っておいても、全然楽しめると思いますので、そう、組む前からもうすでに楽しいから。今、開封して組み立てる前の段階で、この箱だけで今さ、延々楽しんでるじゃん。そう、この状態でも楽しいからね。この状態でも楽しいのに、さらに開封して組み立てて、で、毛皮かぶせて、で、冷蔵庫で冷やして色が変わって、で、なんならその後塗装とかしちゃってもいいわけなんで、もう一粒で無限大に楽しめますね。そう。これ一箱で永久に楽しめる。来世の分まで楽しめるね。はい。という感じの最強のプラモなので買ってきました。まあ、あとはね、こういった動物系のプラモっていうところもさ、いいよね。そしてこの箱絵めっちゃかっこいいですね。はい。箱絵かっこいいですね。これマスターグレードのイラストですね。そう。ガンダムのさ、マスターグレードの箱絵ってめっちゃかっこいいじゃん。そう、それ並みのかっこよさだから。これマスターグレードのパッケージの横にこれ置いといてもひるまないからね。うん、これもうトレーディングカードゲームだったらもう SRSSR の超かっこいいスペシャルなイラストですね。はい。パッケージ開封する前から楽しみすぎですね。で、パッケージの中身はランナー2枚と少ないですね。で、取扱説明書を組み立てた後はミニ図鑑になりますよと。で、発掘フェーズ。まあ、手でもぎれる感じですね。で、骨格状態では頭と足を動かせるというね。そう、動かして楽しめるから、組み立てだけじゃないからね、動かして楽しめるから、また一つ楽しみが増えてしまった。で、毛皮かぶせて冷やすと色が変わる復元フェーズっていうね。はい、高さ約100ミリというね。はい、やばいですね。で、パッケージ側面こんな感じです。はい、ドンキホーテ1320円。税込み1320円ということは税抜き1200円。安い。はい、お安いですね。もう強安の電動ドンキホーテ。聖地ドンキホーテで買ってきました。はい。という感じのね、
パッケージになっております。はい、というわけでもうパッケージの時点でこんなに楽しめてしまったエクスプローリングラボネイチャーのマンモス、これから開封して組み立てていきたいと思います。パッケージを開けると時代は一気に氷河期に舞い戻りました。マンモスの毛皮パーツがすでになんか茶色いですね。茶色いですね、なんかね。パッケージには白い状態から冷やすと茶色って書いてあったけど、白い状態から冷やすと茶色だよね。茶色い状態から冷やすと白になるのかな、わかんないです。はい、骨格のランナーと毛皮のランナーというね、まあ、ちょっと茶色くなってるのは多分、まあ、今寒いからでしょうね。はい、そして、まあ、こんな感じで、あっ、トリセツでかい、トリセツでかいですね。トリセツがこんな感じで、はい、思ったよりでかいの、トリセツ、トリセツ思ったよりでかい、トリセツでかいですね。トリセツでかい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 、やばいやばいやばい、でかい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 、まあ、こんな感じでマンモスの秘密がいろいろと載っているみたいですね。これは後でじっくりとね眺めていきたいと思います。そんでランナーを取り出して、ランナーを取り出して、ランナーを取り出して、ランナーが取り出せない、取り出せました、ランナーが取り出せました。はい、毛皮パーツと骨格パーツですね。よし、じゃあこのマンモスのプラモデル、これから組み立てていくんですけども、まあ、やっぱりね僕大人なので、そう、まあ、精神年齢的にはねちょっと大人なのかなっていうところはありますけど、まあ、一応ね肉体の年齢的には大人なので、まあ、工具とかねちゃんと使ってゲート処理とかもねしながら進めていこうかなと思います。はい、というわけで組み立ての方入りたいと思います。これいいですね。これプラモデルの組み立て方っていうのがちゃんと載ってるのは素晴らしいですね。パーツを探そう、パーツを取り外そう、組み立てようっていう、ちゃんとプラモデルの組み立て方っていうのがちゃんと記載されてるのは素晴らしいですね。こういうのって最近のプラモってさ全部載ってんのかな、バンダイのプラモって。まあこれね当たり前じゃんって思うかもしんないよ。できる人からしたらパーツ探して取り外して組み立てるなんて当たり前じゃんみたいな、これやらんかったらそりゃプラモデル組み立てられんでしょって思うかもしんないんですけど、でもやっぱりこういうのってね、そのできる人の意見だから、それはそう、できない人からしたらさやっぱ分かんないと思うし、プラモデル組み立てるのってある種の特殊技能なので、やっぱこういうね組み立て方をさしっかりと記載してるのは素晴らしいですね。しかもこれ商品的にもさ多分お子様向けの商品じゃん。だったらねこういうのちゃんと載せておくっていうのはね、すごいユーザーに優しいなって思いますね。素晴らしいですね。そんじゃま組み立てていきますか。うわー、もう普段私ねプラも買わないんですよね。そう、あんまり私ねプラも普段買わなくて、でプラもさ、これもぎれるって書いてあったな、もぎっていいのかな、なんかそんなに簡単にもぎれる感じしないんだけど、そんなに簡単にもぎれる感じしないんだけど、やっぱ工具使った方がいいよな。普段私ねあんまりプラモって組まないんですよ。てかプラモ買わなくて普段ね。そう、プラモってさやっぱ組み立てないといけないわけじゃないですか。でプラモ組み立てるのってやっぱりねその結構手間なんですよね。そうプラモって結構ね買ってから組むまでが割と手間で、で私ねその手間がね、まあんまり好きじゃないというか、やっぱりさ買ったら即開封して遊びたいタイプの人間なので、そうだからまあアクションフィギュアとかをね買いがちなんですけど、そうプラモデルってね結構特殊な商品だと思うんですよね。もう開封した時点ではまだ完成してなくてさ、買った人が手を加えることで組み立てることで初めて完成するっていう非常にね特殊な商品形態だと思うんですけど、まあそのプラモデルってそういう性格上やっぱり買った人のさスキルが出るわけじゃないですか。組み立てしないといけない都合上、完成品のクオリティっていうのがやっぱそれなりに組み立てる人のさ技量によって左右されるところがあると思うんですけど、なんかねそういう商品ってどうしてもねやっぱ綺麗に組み立てたいなって気持ちが先行しちゃって、なかなか手が出せなくなっちゃうんですよね。買ったはいいけどこれは今はまだ組み立てるべきじゃないなみたいなさ、そう強くなってから組み立てようみたいな、そういうねザッカーバーグが聞いたら切れそうな、完璧を目指すよりまず終わらせろっていう話なんですけど、そういう感じでなかなかね手が出せないところがあって、今はまだ自分のスキル的にこれはもううまく作れないから後にしようみたいなさことを思っちゃうことがあって、っていうところも込みでプラモデルってね結構敬遠しがち、普段あんまり買わない感じで作らない感じでいるんですけど、じゃあなんで今回このマンモスのプラモデルを買ったのかっていう話なんですけど、
マンモスのプラモデルってさ、まあやっぱりね、マンモスのプラモデルっていうね、そこが魅力ではあるんですけど、そのマンモスのプラモデルなんて結構珍しいと思うし、それがねバンダイから出てるってなったら楽しそうだなって思うんですけど、そんだけじゃなくてね、その組み立て工程とかさ、まあ個人的にね、ちょっと僕めんどくさいなって思ってる部分があるんですけど、ただね、そのこのプラモってさ、結構ね、そのご褒美が細かく用意されてる感じなんですよね。まあ、今組み立ててるじゃないですか。この組み立て工程が終わった時点で、骨格が完成した時点で一旦その骨格が完成しましたっていうご褒美がもらえるんですよね。でその後に毛皮をかぶせて、でその状態でも毛皮をかぶせて毛皮を着たマンモスが完成しましたっていうご褒美がもらえるわけじゃないですか。でさらにそこに色替えギミックが入ってくる感じで、色が変わって楽しいですねっていうご褒美がもらえるっていう、そう、なんかね、その段階的にビクトリーアチーブメント、ご褒美がもらえるっていう感じのが、そう、成功体験というかね、っていうのが段階的に用意されてる感じが、なかなかいいなと思って、まあそのあたりで、その完全にさ、完成品の姿にならなくても、要所要所でね、そのチェックポイント的に楽しむことができるっていうのが、まあ、個人的にね、このプラもなかなか熱いなと思ったところですね。で、あとさ、温度変化ギミックがあるんですよね、これって。温度変化によって色が変わるギミックっていうのが、まあ、用意されているんですけど、それもね、その、成型色だからこそできるギミックなわけじゃないですか、温度変化による色の変化っていうのは。で、それってやっぱり、ね、塗装するとさ、できなくなっちゃうギミックだと思うんですよね。っていうところで、この使用上も塗装しなくてもいいですよっていうのが、メーカー側から、お墨付きみたいな感じでなっているっていうのも、そのね、塗装しなくていいんだっていうさ、許されてる感じがあって、逆に塗装したらバリュー下がりますよみたいな、そんな印象すらあって、そのあたりでもね、そのわざわざ塗装するのちょっと辛いなみたいなことを思っている僕みたいな人間にとっては、まあ、このねプラモデル買う理由の一つとしてね、大きなものだったっていうのがありますよね。そう、あんまりこういうこと言うとね、そのプラモデル組み立てる工程から面白いじゃんって思ってる人からしたらさ、何言ってんのこいつって思われるかもしれないんですけど、そう、僕はねプラモデル組み立てるのって結構手間だと思ってるんで、もう買った瞬間遊びたいみたいな人間だからさ、なので結構ね、そのあたりで、その多分これ組み立ても簡単な部類のプラモだと思うんで、まあ、組み立てが簡単で、でさらに、まあ、成型色で遊ぶこと前提なので、色とかも塗らなくていいし、で工具とかもいらないしね、まあ、そういうかなりねユーザーフレンドリーな、で段階的に楽しめるわけじゃないですか、ご褒美がねこうちょくちょく挟まってくる感じでっていうので、 そのあたりね、このプラも買った大きな理由ですという感じで、やってるうちにとりあえずねマンモスの頭骨が完成しましたね。かっちょいいですね、このマンモスの頭骨、この穴ね、そう、この穴、この象のさ、象形の頭骨ってさ、この目の部分のさ、目の部分じゃないな、これ目の部分はここなんですけど、このね、おでこの部分のこの穴、この一つのでっかい穴が開いてるんで、まあ、ここに目があったんじゃないかっていう風に思われて、でこれが実はサイクロプス、伝説上の怪物サイクロプスのね頭骨と間違われたんじゃないかっていうね、そんな説もありますよね。で、あとね、これ説明書になんかね、ミニ知識っていうのがついてて、毛長マンモスの牙の1本の重さはオスで50から90キログラムっていう、なんかそういうトリビア的なものも載ってるんで、作りながらそういうね、ミニ知識とかも得られるので、これなかなかいいですね。で、あとね、頭骨思ったより小さいですね。もっとでかいかと思ってました。はい。そう、プラモデルってね、結構作るのさ、しんどくないですか？いや、しんどくないって思ってる方は、全然いいと思うんですけど、僕はプラモデル作る工程からめちゃくちゃ楽しいですよとかさ、塗装とかするのめっちゃ楽しいですよって思ってる方は、それはそれでも全然いいと思うんですよ。ただ僕は結構ね、プラモデル組み立て工程ってしんどいなって思ってて、プラモデルってね、組み立てるの結構めんどくさいんですよねっていう話をするとね、やっぱりプラモデル組み立てるの大好きな人からはさ、怒られそうな感じはしますけど、やっぱね、その組み立て工程ってさ、まあ、先ほども言いましたけど、どうしてもね、その個人個人のね、スキル、技量の差とか出るし、で、やっぱ時間かかるわけじゃないですか。
っていうところでね。で、あと組み立ててる最中さ、何作ってんのか分かんないところってあるじゃないですか。僕プラも組み立てて一番好きなのは胴体と頭組み立ててる時が一番好きなんですけど、あの腕とか足の関節組んでる時ってさ、もう本当何組んでんだろうって思いながら組むことになるんで、そのあたりでもね、なんかあんまりモチベにつながらないところありますよね。腕とか足とか組んでる時、あと武器とかね、武器のモナカ割りとか組んでる時、マジで一体俺は何を組まされてるんだって思いながら組んじゃうんですよね。でさ、やっぱりそういうね、めんどくさいなって思ってる部分に対してあんま嘘つきたくないですよね。そのめんどくさいものはめんどくさいっていうね、うん、プラモデル作ってみたいと思ってるけど、プラモデルって結構作るの大変なんでしょって言われた時に、いや大変じゃないよとは言いたくないですもんね。いやめっちゃ大変だよって言いたいですもんね。めっちゃ大変だけど作る価値があるよみたいなさ、やっぱプラモデル作るの大変だなって思いながらやってるのに、そこに嘘ついたらね、誠実じゃないなっていう感じもしますし、うん、プラモデル作るのがめちゃくちゃ楽しいっていう人はそれはそれで全然いいと思うんですけど、まあ、僕みたいな人間にとってはね、やっぱりプラモデルって作るの、いやめっちゃ大変だよって言った方がさ、誠実だなって感じしますよね。プラモデルって作るの大変ですよねって聞かれたら、いやめっちゃ大変だよみたいなね、うん、大変大変、もう絶対大変だから、でもそれを乗り越えた先にはやっぱね、乗り越えた分だけのものができるよみたいなことを言ったりとか、まああるいはそういう大変だからこそ成型色仕上げでいいよとかさ、塗装めちゃくちゃ頑張らなくてもいいんだよみたいなね、ことを思ったりとか、そういうね、あの楽して組み立てる方向に、まあ、ちょっと考えてみるとかさ、うん、っていう感じで物事を進めた方が、まあ、僕は建設的だと思うので、はい、まあ大変だからこそ見えてくるものもあると思うし、みたいなことを普段ね、プラも全然買わない、プラも全然作らない感じのね、人間がなんか好き勝手言っておりますけども、はい、そんなことをしてる間に僕の一番好きなパート終わりましたね。胴体と頭の、完成でございます。もうだいぶマンモスだな、うん、もうだいぶマンモスですね、はい、尻尾細いんでこれ折れるかちょっと心配ですね。折れないかなっていう感じがしますけど、うん、もうこの時点でだいぶマンモスですね。でこっから、足ですね、はい、4本の足を作っていきたいと思います。これかなり組み立てやすいですね。今右足パーツ切り取ってるんですけど、右足はもう この1列、右足はもうこの1列みたいな感じで、そう、一とこに固めてあるんでかなり組み立てやすいですね。こういうところのさ、パーツの配置もさ、やっぱりね、組み立ててるとすげえ親切だなって思いますね。まあ、この辺りはでも本当にバンダイさんのその日頃のね、研さんの賜物ですよね。うん、まあ、このマンモスに限った話じゃないと思います。ガンプラとかでもさ、こういう感じで結構ね、親切な作りしてくれると思うんですけど、うん、この辺めっちゃありがたいですね。そしてやってまいりました。普段私がプラモを組んでいて一番モチベーションにつながらないところですね、うん、胴体と頭組むのはめっちゃ楽しいんですけど、手足組むのね、本当にしんどくて、これ皆さん結構ね、伝わる方もいるんじゃないかなと思うんですけど、手足さ、一本組んだ後にもう一本組まないといけないの、辛くないですか辛くないですか。僕はめっちゃ辛いですよ。手足もう一本組まんといかんのみたいなね、うん、もう今一個組んだじゃんみたいなさ、まだやらないといけないのみたいなね、そんな気持ちになりますよね。コピー&ペーストと反転でなんとかならんかみたいなさ、うん、フォトショでなんとかなりませんかみたいなね、出ました、リアル世界でフォトショ使いたがるおじさん、うん、コントロール C、コントロール P、コントロール Z、 リアル世界でも使いたいですもんね。はい、まあ、でもこのマンモスはね、手足の組み立てかなり楽な部類だったので助かりましたね。あれでもこれ合ってんのか、これ向き合ってんのか、多分向き違うよな、これこうだよな。はい、こんな感じで足が組み立て終わりましたので、接続して、で接続して、これでマンモスの右側が完成ですね。はい、できました。うん、いいね、だんだんマンモスに近づいてきましたね。もうこれほぼマンモスじゃん。もう良くない、これで。これで良くない、もう反対側作らないとダメっすか。もうこれで良くないっすか。もう反対側作らないとダメっすか。はい、ちょっとね、反対側も作ってきますね。そして、この足の組み立てゾーンにも
ミニ知識が載ってますね。巨体を支える、だいたい骨は太いところで直径18センチもあったというね、まあ、超極太の足の骨をしてますよっていうね、そんなミニ知識が載っております。そして、まあ、そうこうしている間にマンモスの骨格が完成いたしました。はい、これがマンモスの、骨格完成状態ですね。やりました。はい、これで一つのね実績解除ですね。マンモスの骨格を完成したっていうね、実績解除。やっぱね、この今これ組み立ってるのがだいたいね、まあ、20分ぐらいかかったんですけど、20分ぐらいでとりあえずね一つこういうね完成品が、まあ、手元にね出来上がるっていうのはいいですね。はい、でまあ見た目的にもね本当にしっかりマンモスしてて、うん、かっちょいいですね。なんか見たことあるようなこういうの、あのリーメントのポーズスケルトンでさ、こういう感じのねあったよね。まあ、今そんな感じの商品でございます。でサイズ的にはだいたいねこれ12分の1スケールぐらいのアクションフィギュアと並べるとこんな感じのねサイズしておりますと、うん、割と小ぶりですよね。思ってたよりも結構小ぶりなサイズかなって思いますね。で、まあ、各部が稼働しますよと、こんな感じでね、足の骨も稼働するし、うん、ただねちょっとこの足稼働させるときにこの腰がめっちゃ細いので、ここ折れないように注意した方がいいですね。であと前足は一応ね、このね一応ねこの肩のねこの骨の部分で稼働するようになってるんですけど、ボール状にと稼働するようになってるんですけど、まあ今みたいにね外れることもありますよと。はい、であと各部の関節がこんな感じでね稼働しますよと。まあただねやっぱりプラモデルなので結構ねこの脆い感じというか、めちゃくちゃグワーッと動かして遊べる感じではなくて、うん、本当に注意しながらポージングさせるみたいな感じのね、うん、特に後ろ足動かすときはマジでこれ腰折れないように注意した方がいいですね。はい、であとはまあ首が稼働して、で口がパクパクしますよっていうね、はい、そんな感じになっております。すごいねこのマンモスの骨格プラモが手に入ってしまうという、しかもこれバンダイスピリッツのね、そう、あの13ミニッツなんちゃらとかさ、ガンプラとか普段出してるバンダイスピリッツのマンモスプラモだからね、うん、素晴らしいですね。はい、なんかねこれ今ねこれこっからさらにさ、この状態でも楽しめるけど、こっからさらにね毛皮かぶせてもうさらに楽しんでいけるから、うん、この状態でも今だいぶ楽しみましたけど、箱の状態でめっちゃ楽しいん で組み立てで完成のここまででねもうかなり楽しいんだけど、こっからさらにね毛皮かぶせて毛皮かぶせた上で色変化、温度変化による色変化もね楽しめていけるので、うん、一体どこまで俺を楽しませてくれるんだって感じなんですけど、はい、まあ、これがねその毛皮をまとってない状態の骨格状態のね、そう一糸まとわぬ姿のマンモスなんで、これ素っ裸の状態なんで、マッパだからね、うん、マッパのその生まれたままの姿のマンモス、生まれたままの姿ではないけど、うん、マッパ裸のマンモスですね。なんかそう、マッパ裸のマンモスって考えるとね、なんかちょっと唐突にねこいつがすごいエッチな感じのね存在に見えてきましたね。はい、バンダイも、まあ、最近ねその13ミニッツシスターズっていうさ、そういうねいわゆる美少女プラモ HH プラモっていうのを、まあ、展開し始めたんですけど、やっぱねそういう HH プラモってさ、もう美少女プラモだけの専売特許じゃないから、もうこれからはこうマンモスもこれ HH プラモの業界にね殴り込んでいく、そう HH プラモ業界の中でこのマンモスはやっぱり歯を唱えんとしているわけですから、そうこれ今すっぱだかのねもう完全に一糸まとわぬ状態のマンモスなんで、うん、やばいね、ちょっとバンされるかもしれないねこの動画、本当にバンされたらちょっと申し訳ないんですけど、はい、これも HH プラモ界に殴り込みをかけるマンモスでございます。はい、もうあれだからね、もうフレームアームズガールとかさ、女神デバイスとか、そう30ミニッツシスターズとかね、その、まあ、その他他いろいろありますよ。の中にこの、はい、ネイチャー、エクスプローリングラボネイチャー、マンモスっていうね、HH プラモですね。はい、もう HH プラモってサムネに書くわ。サムネに書いておきます。服着てないだけで、毛皮着てないだけで、素っ裸なだけで HH プラモとか、ちょっとそれ、HH プラモ認定緩くない、ガバくないみたいな、HH プラモ認定、ちょっとそれはさすがに浅くないですかっていう人もいるかもしれないですけど、違うからね。そう、素っ裸だから HH プラモじゃなくて、毛皮を着せることによって、その着る方向でね、今からこれ毛皮着ることによって、
その見えないエロスっていうのが醸し出されるところまで込みで、あの HH プラも判定してますんで、はい、まあ、その辺ねちょっと分かっていただきたいし、うん、まあ、そういったところを考慮しないで、浅くないみたいなこと言っちゃった人は、それはちょっと先走ったなって感じになっちゃうんですけど、はい。まあ、そのあたりね、皆さんにもね、ちょっと分かっていただきたいかなっていう感じですね。はい。ご理解いただきたいです。はい。まあ、理解できない方は、まあ、そういう性癖があることだけね、覚えて帰っていただきたいですね。はい。というわけで、ここからはね、毛皮着せていきたいと思います。はい。というわけで、まあ、ここからはね、この毛皮パーツをランナーから切り取って、先ほどのマンモスの骨格に被せていきたいと思います。でこの毛皮パーツなんですけど、もうすでに茶色いですね。ちょっと茶色いです。でさっき一回ねドライヤー当ててみたんですよ。そうしたら真っ白になりました、うん、真っ白に漂白されて、もう見る見るうちに色が変わっていったから楽しかったです、うん、なので温めると色が変わる、あの温めた状態が白で冷やした状態が茶色なんだと思います、まあ、ただね今時期的にちょっと茶色っていう感じですね、うん、もうすでにね茶色に戻ってきてますね、まあ、夏場だともっと真っ白になるのかな、常時真っ白っていう感じなんだと思うんですけど、今は時期的にこのちょっと茶色いぐらいっていうのがデフォルトのカラーになるのかなっていう感じですね。でパーツはクリア成形になってて、こう裏側がね透けて見える感じなんですよね。なのでこのクリア成形の外装パーツ、毛皮パーツを、まあ、骨格にかぶせた時にどうなるかっていうのはかなりね期待が高まりますね。よし、じゃあこの毛皮パーツ、まあ、切り取ってねマンモスにかぶせていきたいと思います。でこの毛皮パーツなんですけど、まあ、先ほどね骨格のランナーと比べてかなり硬いというか硬質な感じの素材っていう感じがしますね、うん、先ほどのその骨格の方のランナーはもっとね粘り気のある素材っていう感じだったんですけど、こっちはもうほんとクリアパーツっていう感じの、そうパキッパキッっていう感じのそんな素材なので、うん、結構割れとか怖い感じはしますね。このクソでかいボディ部分のこのパーツ、こういうバカでかいパーツ切り出してる時さ、ちょっとテンション上がるよね、うん、バカでかいパーツを切り出してこれがねランナーから外れる瞬間、この瞬間、この瞬間、はい、この瞬間がテンションマジで爆増、うん、こういうバカでかいパーツを切り出す瞬間というか、こういうバカでかいパーツ自体がさテンション上がるよね。なんかよくわかんないサイズのさ一体成形のパーツとか見るとさ、もう無意味にテンション上がるよね。はい、来ました、うん、今みたいにこう落下させるとワンチャンこういう細いところ折れるかもしれないんで絶対にやらないでくださいね。先ほどの骨格のランナーは似たようなパーツが結構たくさんあったんで順番に組み立てていきましたけど、毛皮パーツはさすがに間違えることないと思うんで、もう先にパーツだけ全部切り出しちゃいますね。パーツ切り出してゲート処理して、で思う存分かぶせていく、骨格に毛皮をかぶせていくことによってこう骨格がね隠されていく、その隠された先に覗く骨格というね、人の想像力をかきたてることによるエロスみたいなのを、まあ、感じていきたいですね。そう、これもう本当事実上の HH プラモだから、そう事実上の HH プラモだから、もうこれからはねそんな美少女プラモだけの専売特許じゃないからね。美少女プラモなんてさ、そんな HH プラモなの当たり前じゃないですか。あれとかも本当ね HH プラモなの当たり前なんですよ、うん、逆にさ美少女プラモだけど HH プラモじゃないっていう方がもう今やねバリューの時代なので、そこにこう美少女プラモではないけど HH プラモですみたいな、マンモスだけど HH プラモですみたいな、うん、そういうのが入ってくることによってやっぱねプラモ業界っていうのも新しい風が吹くんじゃないかなとね勝手に思ってますね。完全に妄想の話ですね。狂人の妄想ですね、うん、普段プラモ作らない人の狂人の妄想ですね。はい、というわけでパーツ全部切り出し終わりました。やったぜ。はい、というわけで、まあ、パーツ切り出し終わりました。毛皮パーツね全て切り出し終わったので、こっからこの骨格に毛皮パーツっていうのをかぶせていくんですけど、ただねこれなんとなく分かってきたんですけど、おそらく毛皮パーツをかぶせるのが結構しんどそうですね、うん、っていうのも多分ねこの毛皮パーツの形状に合わせてマンモスの足の角度っていうのを微妙に調整しないといけないっぽいんですよね、うん、なのでこれ結構ね骨折れそうですね。骨が折れるっていうのは今ダブルミーニングみたいになってますけど、うん、苦労しそうですねっていう意味とね、骨格がね本当に物理的に折れそうだなっていうね、うん、ダブルミーニングみたいになってますけど、
なんかね、このなんて言うんだろう、これビーストウォーズのさ、トランスフォーマーの側をさ、かぶせる側を変形させて、側をね、その外にかぶせるときに、側のパーツを合わせるときに、中のね、関節のボールジョイントの関節をうまい具合の角度で決めるみたいな、そういう感じのめんどくささみたいなのがあるんじゃないかなっていうね。はい、とりあえず後ろ足が終わりましたね。なんか靴下履いてるみたいになったな。そして前足、これ思ったより大変そうだな、思ったより大変そうだな。ちょっと頑張りますね、頑張りますね。はい、まあでもある程度パーツかぶせていけば足の角度は決まってくれるのかな。いやでもこれまだ足だけだからいいけどさ、こっからさらにこう胴体部分のやつとかもかぶせていくわけでしょ。うわ大変そうだな。で胴体をかぶせるんですけど、なんかね、きちんとはまっているかなみたいな感じのことが説明書に書いてあって、多分ねこの溝とかをうまいこと合わせながら、なんかうまい具合にやってくれみたいな、うん、センスに任せるみたいな感じの、君のセンスに任せるみたいな感じの、そういう指示されるの一番困るんですけどみたいなそういう感じの、こんな感じでいいのかな。うん、なんかうまいことやっといてみたいなさ、これどうすればいいっすかみたいなこと聞いたらさ、あ、なんかうまいことやっといてみたいなさ、うん、そんな感じの指示みたいなね。まあでもうまいことやっといてとしか言いようがない場合ありますよね。そんなことまで逐一説明しなければいけないのみたいなことさ、そういう気持ちもわからんでもないが、はい、まあ、こんな感じでいいのかな。なんかね、合ってるのかわかんない。うわうわ、うまくいったと思ったらハマってない部分見つけた。うわうわ、これ思ったよりめんどくさいぞ、これ思ったよりめんどくさいですね。ちょっと頑張りますね、頑張りますね、頑張って胴体かぶせてきますね。これでハマったくさくないか。これ完璧じゃない、これ完璧なフィット感じゃない、いいじゃん、これいいじゃん、これ完璧じゃん。はい、来ました、胴体部分に毛皮が装着されました。頭だけ骨みたいな感じの着ぐるみ感あるね。うん、めっちゃいいな。ただこれ一回つけると取り外すの怖いね。クリアパーツだからさ、やっぱりピンとか折れそうなんでちょっと怖いですね。でこの後このね、頭部にも毛皮をかぶせていくんですけど、頭部の毛皮は一旦、ね、頭を外して、で、まあ、ここにね毛皮をかぶせた上で改めてこのボディ部分にね装着するっていう感じで毛皮を取り付けるそうです。はい、全身は5から90センチの毛が覆っていた、だって。厚い皮下脂肪で寒さから身を守った。ふーん、あ、今あのミニ知識読んでます、ミニ知識読んでます。で頭部に毛皮を装着していきますと。はい、このやっぱり鼻ってさ、骨通ってないから鼻がないと象っぽくないんですけど、マンモスっぽくないんですけど、鼻がつくとさ一気にマンモス噛んでるよね。はい、来ました、もうほぼマンモスでしょこれ、これもうほぼマンモスということで良くないですか。で頭部に毛皮をかぶせて、はい、毛皮かぶせて、で確認、顎が閉じているかな、顎閉じてないです、顎閉じてないです、顎開いたままにしてました、ありがとうございます。で毛皮かぶせて、で顎部分の毛皮、そんなんもあるんだね、顎部分、これ顎部分の毛皮なのか、何のパーツなのかって思ってたけど、顎部分の毛皮を左右組み合わせて、でどっち向き、どっち向き、こっち向き、こっち向き、あー、はまったはまった、マンモスじゃん、完全にマンモスじゃん。先ほどまでどう考えてもマンモスの墓場だったんですけど、そう、ブルーアイズに融合すると腐って死んでしまうというマンモスの墓場だったんですけど、今まさにマンモスになりました。はい、来ました、今まさに、はい、今まさにマンモスになりました。やったぜ、完成。へえ、微妙に茶色いところもいいね。うん、なんかねすごくいいですね。こうパッケージのね写真見てた段階ではこれね、なんかめっちゃ真っ白で、なんかちょっと安っぽいのかなって思ってましたけど、そんなことないです。これ、ね、
若干クリアな感じがすごい高級感あるね。めっちゃいいですね。で、毛皮着るとボリューム感が爆増するね。うん、すごくいいですね。まあ、その代わり可動ギミックは失われてしまうんですけど、まあ、置物として素晴らしいですね、これね。はい。じゃあ、とりあえずね、これ一旦、ドライヤーで温めてどれぐらい白くなるのかっていうのをね、皆様にお見せしたいと思います。はい、というわけで、ドライヤー当てるとこんな感じで真っ白になりましたね。めっちゃ白くなった。こう、ドライヤー当てている場所からどん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 白くなっていくから、すげえ楽しいですね。そしてこれね、白くなった状態っていうのが、すごいね、神秘的で素晴らしいですね。やっぱ純白だからさ、清楚な感じがあるし、で、白くなったことによって、こう中のね、骨がうっすらと覗く感じが強くなって、やばいですね。向こう側に骨が存在しているっていう、見ることはできない、直接見ることはできないけど、明らかに存在している感じ。めっちゃいいね。ちょっといやらしすぎるな、ほんと。エロティックすぎる。このね、存在しているんだけど直視できない感じっていうのが、やっぱね、HH プラもですね、これさっきの骨格状態よりも、この、着せた状態の方が圧倒的にエッチな感じがしますんで、皆さんぜひともね、これ、着せてください。着せて、温めて、この状態を体験してほしいですね。はい。もう名実ともに HH マンモスプラモっていう感じですね。で、今度逆にこれを冷やして、茶色くしたいと思います。はい。これね、冷蔵庫にぶち込んできますので、またね、茶色くなってからね、再び会いたいと思います。で、こいつが冷やされてる間に、まあ、このね、トリセツを折りたたんで、ミニ図鑑にね、して、そっちの方ね、読んでいきたいと思います。で、ミニ図鑑の組み立て方なんですけど、この説明書のこの部分にハサミで切り込みを入れて、で、うまいこと折りたたむことによってミニ図鑑が完成するみたいですね。こういうの切り込み入れるときめっちゃ緊張するよね。もう切ってしまったら後戻りできないからさ。このあたりはね、そのプラモの組み立てでも同じなんですけど、開封してランナーからパーツを切り取ってしまったら、もうその時点でプラモはね、元の姿に戻ることはできないっていう、形あるものはいずれみたいな感じのね、そんなこの世の無常さというのをね、感じざるを得ないですね。そんで切り込み入れた説明書をこんな感じで図鑑側の面が表になるように折り曲げて、でこの中心部分をこんな感じで外側に出して、こういう状態にすると、こういう状態にして、でこれをこんな風に畳んであげれば、これでミニ図鑑が完成するみたいですね。できました、できました。ミニ図鑑できたんですけど、ちょっとページの収まりが悪いですね。ちょっとこの辺りは、仕方ないところかな。はい、来ました。エクスプローリングラボネイチャー学研の図鑑ライブミニ図鑑、巨大な牙を持つ氷河時代の像マンモスの秘密。今から1万年以上前、氷河時代と呼ばれる寒い時期のユーラシア大陸や北アメリカ大陸にはマンモスという象がいました。マンモスはどんな動物でどんな暮らしをしていたのでしょう。どうしていなくなったのでしょう。気になりますね。さすがの私もワクワクが止まりませんね。はい。マンモスはいつどこで見つかったの。ヨーロッパで古くから見つかっていた巨大な動物の化石が18世紀の終わり頃までに絶滅した象と分かり、マンモスと名付けられました。へえ、すごいね。マンモスが発見された時の様子を再現した標本。ロシアで発見された赤ちゃんマンモス。こんな風に残るんだね、マンモスの化石ってね。すげえ。マンモスはいつ現れていつ絶滅したの。マンモスの仲間は500万年前頃にアフリカに出現しました。その後、昔マンモス、ステップマンモスなど、いろいろなマンモスが現れました。一番有名な最後まで生き残っていたケナガマンモスは約80万年前に現れ、4000年前頃に絶滅しました。へえ、4000年前なのマンモスって。なんかもっと昔だと思ってた。な、数万年前みたいなさ、そんなレベルかと思ってたんですけど、80万年前に現れて4000年前頃に絶滅したってね。まあ、80万年前頃に現れ、4000年前頃っていう、そのスパンもやばいよな。その79万6千年間こいつらいたってことでしょ。やばいね。すげえな。はい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 。
毛長マンモスの体の特徴は、まあ、こんな感じになってますよと。まあ、こんな感じでね、冷蔵庫または冷凍庫に入れると表面の色が変わるよって書いてあるけど、はい、これはあのマンモスの特徴じゃないからね、プラモの特徴だからね。なんか図鑑の中にさ、しれっと商品説明入れてきてるけど、これ別にマンモスのあれじゃないから。はい、まあ、こんな感じでね、頭のてっぺんが盛り上がってますよとか、反り返った長い牙ですよとかね、全身長い毛に覆われてますよと、耳は小さいですよ、ね、長い毛に覆われた尻尾ですよと、短いのは体の熱を逃がさないためと、寒さから体を守るため皮膚の下には厚さが最大10センチにもなる脂肪の層があると。へえ、すごいね。アフリカゾウとかアジアゾウと比べるとこんな感じですよみたいなね、まあ、毛長マンモスの特徴なんかが載っておりますと。でマンモスはどうして絶滅したんですか。はい、最後まで生き残っていたマンモスの仲間は毛長マンモスと北アメリカにいたコロンビアマンモスです。絶滅の理由として主に3つの説が考えられていますと。仮説1、人間が狩り尽くした。人類は4万年前頃にはマンモスのいるユーラシア大陸に、その後アメリカ大陸にも住処を広げていました。マンモスからは大量の肉が取れたので、人々は知恵を絞って狩りをしたと考えられています。そのためマンモスは絶滅に追い込まれたのではというのです。マンモスの牙や骨を使った小屋の遺跡もウクライナで見つかっている。へえ、すごいね。こんなん作ってるんだ。やばいね。まあ、当時からね、人類のその人為的なことによって動物が絶滅していたかもしれないと。まあ、でもそれはね、生き残るためだからさ。それはちょっと仕方ないかなって感じあるよね。気候が変わり食べ物が不足したと。まあ、氷河時代と呼ばれる寒い時代は約1万年前に終わり、気候が大きく変わり始めました。マンモスの住んでいた寒くて乾燥した草原には雨や雪が多く降るようになり、森林が広がっていきました。寒くなくなったから健康を保てなくなったんだねっていう説もあるんだね。寒いから生きれてたってなんか不思議だね。暖かくなってからの方が生きやすそうな気しますけど、まあ、仮説3、感染症が流行して多くが死んだと。はい、まあ、ウイルスや細菌などが引き起こす感染症が、まあ、原因で死んだかもしれないという説もありますよと。へえ。で、まあ、氷河期チェンジというね。まあ、冷蔵庫で冷やして氷河期チェンジするのはマンモスの特徴じゃないから、プラモの特徴だからね。で、温まると再び白に戻るっていうね。そうなんだ。寒くなったらさ、白くなる方が氷河期っぽいなって思ってたんですけど、なんかこの図鑑の説明見る感じ、寒い方が過ごしやすいみたいな感じだったら、寒くなると生き生きするみたいな感じのこのチェンジはね、正しいのかもしれないですね。冷蔵庫または冷凍庫に入れて、ドアを閉めてしばらく待とう。目安10分。約10度以下で茶色に変化するぞって書いてありますね。今まさに、このね、僕のマンモスも茶色くなってますね。生き生きしてきてる。冷えて。はい。という感じのね、こんな、学研の図鑑ライブ、ミニ図鑑マンモスの秘密という、こういうね、図鑑も手に入りますので、はい。教育上もね、素晴らしいアイテムとなってますね。いろいろなね、マンモスの秘密が知れますので、で僕ね、昔マンモスのさ、冷凍マンモス見に行ったんですよね。あれ何でしたっけ、万博だったっけ、なんかでさ、冷凍マンモス展示されてて、あの冷凍マンモスを見に行った時の記憶がね、今本当にね、鮮やかに蘇りましたね。そう、あの冷凍マンモスを見た時の、ま、興奮とかね、そう、あのあたりの、ま、興奮あんましなかったけどな、正直。なんかすごいバタバタとさ、あのマンモスのね、その冷凍マンモスの前を、確かね、あれ何だったっけな、動く床みたいなので流れていくだけみたいな感じで、しかも結構遠くにさ、マンモスの化石が置いてあって、近くで見えなかったし、じっくり見えなかったのね。その目の前をこうバーッと流されていく感じで、あんまりね、あれ感動はしなかったですね。もっとじっくりと近くで見せてくれよって思いながら見てたんで、はい、まあ、そんなこともありましたね。というわけで、まあ、そろそろかな、そろそろマンモスが茶色くなっていると思いますので、冷蔵庫のマンモスね、回収していきたいと思います。はい、冷蔵庫からね、マンモスくんを回収してきました。したらこんな感じになってました。めっちゃくちゃ茶色いですね。びっくりするぐらい茶色くなってました。こんなに色変わるのっていうぐらいすんごい茶色くなってますね。さすがにここまで色が変わると楽しいね。はい、この色変えギミックね、思った以上に楽しいですね。まあ、こんな感じで冷蔵庫に入れたことによって、マンモスくんの住みやすい環境になって、こうね、生き生きとした茶色いね、鮮やかなマンモスになったというわけですね。はい、というわけで、まあ、今回はね、バンダイの、はい、エクスプローリングラボネイチャーというね、動物系、ネイチャー系のプラモデルのマンモスの開封組み立て動画でございました。
はい、まあ、皆様いかがだったでしょうか。あのね、これいいね、うん、すごくいいと思います。めちゃくちゃ素晴らしいアイテムだと思います。やっぱね、こう段階的に楽しみが用意されてるのいいね。そう、組み立ての段階で楽しいし、で骨格状態で楽しい、毛皮状態で楽しい、色変えてさらに楽しいみたいな段階的にこうね、ご褒美が用意されてる感じっていうのはすごくいいと思いましたね。こう一粒で何度も楽しめる感じなんですよね。まあ、組み立てて楽しい人はさ、組み立ての時点で楽しいじゃないですか。で、組み立てて骨格動かして楽しいじゃないですか。で、毛皮かぶせて楽しいじゃないですか。で、その毛皮が色が変わって楽しいみたいな。もう一粒で何度でも楽しめる感じ。でも何だったらさ、このパッケージを、もうこのパッケージをね、この組まずに飾っておいても楽しめるわけですよ。このめっちゃかっこいいパッケージイラストのこの箱を組まずに飾っておいても楽しめる。その組む前の段階でも一つ楽しみがあって、で組み終わってこの状態になったら、まあ、ここからさらにね、人によっては塗装してみたりとか、ディテールアップしてみたり、改造してみたりとかね、いろいろ楽しめると思いますんで、もう一粒で何度でも楽しめますね。うん、無限大です。楽しみ方は無限大です。なんか塗装でもさ、そのガチで全塗装しなくてもさ、例えば目だけ部分塗装するとか、あとはスプレーとかでね、白くこう上から雪がかぶったような感じでさ、塗装してあげたりしてすれば、まあ、このね、ディテールアップというかさ、この色が茶色くなった状態でこう雪がかぶったように見えるマンモスっていうのもね、できたりすると思いますんで、うん、まあ、そのあたりはね、もう本当にもう皆様次第っていう感じですね。そう、楽しもうと思えばどこまででも楽しむことができるっていう、まあ、そんな感じのね、アイテムなんじゃないかなと思いますね。はい。で、やっぱりね、この動物っていうのもいいよね。モチーフがマンモスっていうところもね、素晴らしいと思いますね。まあ、やっぱりさ、僕さ、普段プラも組まないんですよ。ガンプラとかね、組まないんですけど、マンモスっていうモチーフに釣られて今回買ったところありますし、で、そのマンモスっていうモチーフに釣られて買った人が、こう、パッケージ開けた段階で、うわ、ランナーやべえな、みたいなさ、ランナーの数多いな、みたいな感じでひるまない。まあ、商品構成になってるっていうところも優しいなと思いますし、で組み始めてもさ、この状態にするまでの間に段階的にこうね、ビクトリアアチーブメントがもらえるんですよね、うん、っていうところで、ここまで組めばとりあえず骨格で楽しめるみたいな、でここまでやれば毛皮で楽しめるみたいなさ、その段階的な楽しみがあるっていうのも、その普段プラも組まないけどマンモスに釣られて買ったみたいな僕みたいな人間でも、まあそのね、ひるまずに楽しめる、うん、逃げ出さずにね、組むことから逃げ出さずに楽しめる、でしかも塗装とかもいらないしさ、素組みで楽しめる感じなので、うん、非常に優しくて素晴らしいアイテムだなと思いましたね。であとミニ図鑑とかついてるからさ、その教育的な価値も高いと思いますので、うん、いいですね、このエクスプローリングラボネイチャーシリーズね、期待度高いですね。でなんかね、今後サメのプラモが出るらしいですね。バンダイのサメのプラモって何って思うかもしれないんですけど、もう出るもんは仕方ないからさ、出るんだから仕方ないじゃんとしか言いようがないし、もうそんなバンダイのサメのプラモが出る時代が来るなんて誰が予想したっていう感じなんですけど、うん、いい時代ですね。そういう時代が到来すると、もう何があってもおかしくないみたいなさ、いろいろと夢が見れますので、はい。まあ、今後も期待度高いですね。でこういったさ、あの動物系プラモ、なんかバンダイ以外も出してたじゃないですか、カマキリのプラモとかさ、ザリガニの可動プラモとか出してるメーカーありましたけど、こういった動物プラモっていうのもね、まあ、今後盛り上がってくると僕個人としてはありがたいですね。はい、まあ、今後にも期待したいかなと思います。で、まあ、ちょっとね、このプラモに関して気をつけた方がいいと思うこととしては、マンモスの骨格の腰とあと尻尾の骨がめちゃくちゃ細いんで、そこは組み立てる際だとか稼働させて遊ぶ際に注意した方がいいと思いますね。折れる可能性が高いです。で、あともう一個、この外装パーツがクリアパーツなので割れには注意した方がいいと思いますね。まあその2点ぐらいかな、うん、外装の割れと腰と尻尾のね、まあ、細い部分の破損に、まあ、気をつけて、遊んだ方がいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、まあ、今回はこんな感じでございました。エクスプローリングラボネイチャーシリーズのマンモスの開封組み立て動画でございました。ここまでご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様さようなら、バイバーイ。